はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、足のしびれちゃうわ、足のつりですね、足のつりの原因はですね、冷え込みに原因がありましたね。白血病で入院する前も入院中も一切つることはなかったんですけども、病気をしてから体の変化として、こんなことが起こり始めたというお話としまして、退院後の、自分の中のそのそれなりの理由が明らかになってきたので、それをお話しします、今日はね。僕は白血病で抗がん剤治療をして骨髄移植をね、しましてですね、体質が多少変わっております。そして入院期間を終えたのはですね、2018年の12月の末のことでしたね、真冬でしたね。冷え込みが原因で足がつるならばですね、退院したてもつっていたはずなんですけども、そんなことはありませんでした。しかし退院後のこの季節が変わりですね、ここ最近の朝、足がつって感じる激痛でですね、目が覚めることがありました。その時間帯というのがですね、いつも朝5時半前後でしたね。夏から秋に変わる頃のですね、ちょうど夜中の冷え込みがこうピークになる時間で、いつも時計を見るとそれぐらいの時間でした。しかし、ここ1週間くらいはですね、朝の冷え込みの凄さに関わらず、足がつりませんでした。理由としましてはですね、ちゃんと布団を着ていたことです。布団をね、ちゃんと着ていたことです、こうやってね。要はね、体を温めてたんですよ、しっかり。温まってたと言った方がいいですかね。でもね、なんじゃそらって感じですわ、ほんまに。そんな簡単なことで、ね、激痛に襲われるんで済むんやったら、今までちゃんと毛布なりタオルケットなりですね、かけといてよかったですよ、本当に。これまでね、暑いよ、熱帯夜が続いてた日がありましたのでですね、真夏なんてそうじゃないですか。クーラー一晩中つけるでしょ、ずーっと。もう布団なんて使ってなかったもんですから、冷え込み、冷えてたっていうのがね、原因というのも明らかですね。本当にちょっとしたことなんで、ちょっとしたことなんでね、皆さんも予防策として寝てるときは何か上にかけて寝てください、ね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。